さあ、そして、あとはね、連休私もまあ、のんびり雑誌を読んだり、本を読んだりみたいなこともあったんだけども、なんか雑誌で、こう、あなたの顔診断みたいな、なんかよくさ、自分のさ、あのー、カラー診断みたいな何色の服が似合うかみたいなやつのね、診断があって、で、私はどうやら秋カラーが似合う、こう、ジャンルに、 こう入るみたいな。こう秋から冬から春から,から夏からみたいな夏っぽいこうパキッとした色が似合う人たちとか春っぽいパステルな色が似合う人たちみたいなのがあったんだけど私はまあそれを診断していったら秋ででアーツカラーはすごい得意みたいな。だからこう茶色だったりカーキだったりカラシ色みたいなねその辺は得意って書いてあって で、パステルカラーとか、まあ、春だしちょっと着たいなと思ったんだけど、パステルカラーに関しては、あなたはサーモンピンク以外絶対着ないでくださいって書いてあって、はぁー、全滅みたいな。<laughs> <laughs> サーモンピンクかーみたいなね。一色しか許されてないんだ。こんなに無限に色がある中でなんて思ったんだけど。で、その自分に合う服の色の診断の他に、自分のその顔のタイプの診断みたいのがあって、あ何がわかるのかなと思いながら、その顔の形顔が丸長だとか、こうベース型だみたいなこう診断をしていって、私がたどり着いちゃったのが、典型的な美人っていうところにたどり着いて、恥ずかしい <laughs> ここにたどり着いた人さ、もう、どんな顔したらいいのみたいな。別になんだろう、なんだすごい、モテる、二重丸とか、そういうのじゃないんだよ。なんか、その、顔の形みたいな、髪の色とか、目の色みたいな、そういうのでやってきたのに、何この典型的な美人っていうゴールみたいな、そういうことじゃないんだよな、みたいな。もう一周、二周回って、めっちゃ馬鹿にされてるわと思いながら。<laughs> 思いましたね。うん。あと最近ね、私がね、おやと思ったのが、なんか、心理テストというか、あなたのその、真相心理というか、その、性格診断みたいなやつがあって、こう、答えていくと自分のタイプがわかるみたいなのがあったのよ。そんで、こう、たくさん人が、質問、その1みたいな。たくさん人がいる場では、こう、聞き役に回る方だとか。ああ、まあ、丸かな普段だったら、まあ、こうで、 入っていけないなとか。あと、こう人をこう家に入れるのが苦手だみたいな。うーん、そうだよな回まるみたいな感じでこう進めてったんだけども、なんかその結果がね、あなたは人が大勢いるところではうまく入れず、家に人も呼んだりしないタイプでしょうみたいな。え だからさっきそれ言ってんじゃんみたいな。何分かったような倒して。全然、ま、まとめてるだけだからねみたいな。最近ね、そういうテストがね、ちょっと多すぎる。私はね、すごい怒ってる。本当の自分の姿、まだ知らない得意空が、みたいな感じでさ、こうワクワクしてんのに、そんなこと自分で、ね、分かってるっていうか、今それ私は言ったやつだから、みたいな。<laughs> 何あれ。<laughs> <laughs> あれはもう本当、世界から一斉削除してほしいわ。 <music> あれえ尖ってるかな全然尖ってないんですよ。だって、それ見てさ、私は、え、それさって、今言ったじゃんって思っちゃうんだけど、みんな、えー、当たってるとかさ、ピュアに感じちゃう女の子たちを守るためにも、やっぱそういうのを削除していった方が、いいと思う。<laughs> <laughs>